はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸6をお送りします。で、これ6本目ねシリーズになりましたけど、今回のタイトルはこれで終わりです。で、次回は最大最小が出てくる問題をやっていくので、まあ、最後にね不等式をやっていくんですが、今回も3問です。なのでできそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の丸5からこういうタイプのね出題のされ方になって、前回は方程式で、今回が不等式です。で、範囲は同じく0からスタートで1周ね360度分あります。範囲はで、まず1番これやっていくんですが、方針としては前回と同じです。これはもう1番ね3位に揃ってるんで、このまま攻めていきます。では、行きましょう。で、前回の動画は、サインを X、まあ、コサインを X って置いてやってったんですが、今回はちょっとこのまま行きます。置かずにね、もちろん置いても構わないんだけど。で、この状態で因数分解します。もう。で、因数分解していくと、まあ、足す逆ね、使ってやっていくと、慣れるまで、できればね、X って置き換えなくてもできるようになってほしいんですけど、サインが X だと思ってやれば、まず2sinθと sinθに分けることができると。で、後ろがマイナス1だから、まあ、1とマイナス1の組み合わせしかないので、これをどっちかに入れて最後マイナス sinθに持ってくればいい。で、結論から言えばこっちがマイナス1でこっちがプラス1です。そうすれば組み合わせで足す逆が完成するからね。で、大なり0と。で、これを普通に解きます。ここが x だと思ってね。で、こっち向きに開いてるので、ここがマイナス2分の1、出てくる解がね。で、こっちが1の解が出てくるから、その2つをうまく使って、sinθ 小なりマイナス2分の1と、1小なり sinθ となります。で、大事なのは、これもともと0スタートで1周でしょ。ってことは、前回もね言ったけど、サインシータもコサインシータもマイナス1から1しか取れないのね。だからここでサインシータはマイナス1から1までのねこの範囲しかないと。なのでこれ入らないんだよね。1より大きい時ないじゃんか。もう1以下って言ってるわけだから。だから使っていい答えはこっちだけになります。サイン小なりマイナス2分の1ね。で、あとは単位円を書いて勝負していけば OK です。で、単位円をさ入りそうだね。あ、詰め込みすぎてない。で、こう単位円を書いてサイン Y 座標なので、 Y 座標がマイナス2分の1のポイントをまず探していくと、ここだね。30度下がったとこだから、黒丸にしちゃった。白丸でこっちが180から30度こう下がったとこだから210度のポジションで、こっちが360からこうね30度下がってるから330度のポジションになります。で、今回はおっと抜けてるね。θがなかった、ごめんね。sinθがマイナス2分の1、これより小さい時だから、小さいってことはここだよね。ここが OK になります。だから結論から言えばこっからここまで全部だよね。こう一周なぞってくればこっからここまで全部なので、210度がさあ入らない。こっちか、180分のをつければ、6分の 7π か。で、330度が6分の 11π とこうなるので、ちょっと待ってね。あ、めっちゃギリギリだけどごめん。答えとしては6分の 7π で、白丸なんで小なり θ 小なり6分の 11π とこういった感じになります。いいかな。まあ、やってることは前回と同じなんだけどね。で、2番いきましょう。で、次も3位に揃ってるのでこのまま攻めていきます。で、たすき分け同じようにやっていくと、
2サインシータで、こっちがサインシータに分けて、後ろプラス1だから、まあ、プラス1プラス1もしくはマイナス1マイナス1のコンビで、ここマイナスだからね、だからマイナス1のコンビになるだろうと。でこうやって、で今度は小なり0かとなります。これで完成してるね。でこれも同じように解いていくと、ここの出てくる解は2分の1です。ここから出てくるのはね。でこっちは1ね、サインシータが2分の1と1、その数字を使って、で今回小なり、こっちに口が開いてるからサインシータを挟みます。2分の1と1ってね。で今回また同じようにね、サインシータはマイナス1以上1以下っていうね範囲が決まってるんですけど、特に影響ないです、これ全部入ってるから。だからもうこれを書けば OK になります。ただしちょっとこれ気をつけなきゃいけなくって、ここじゃあいきましょう。単位円、でこうなって、まあ、サインシータなので Y 座標だと。で Y 座標が2分の1のポイントが、まあ、この辺にしようか、白丸30度ポジションと150度ポジションですね。で毎回こうやって俺最初に度数法で表しちゃうんですけど、最初からもう π で表せる方はそっちでいいからね、こんな余計なこと言わなくていいんですけど。でここが6分の π で、これが6分の 5π だね。でそこ2分の1で1より小さい、1どこかっていうとここね。で大事なのが今ここ白丸なの、イコール入ってないから、これ90度ポジションね。で2分の1から1の間ってことは、ここより上で1より小さいから、ここ全部って言いたいんだけど、大事なのがここが白丸なの。だからここで切れます、答えが一気にいけないの。まずこっからここまで、そしてこっからここまでの2つ分けて答えを書いてください。いいかな。で書いていくと30度だから6分の π で白丸なんでイコールで、ここも白丸だから90度、2分の π だから、これがまず右側のこっち側の答えになります。で左側はその90度から150度までなので、2分の π、 そして6分の 5π か、この2つが答えになります、両方ともね。いいかな。でこれあれか、そこだけだとなんか下だけ答えみたいになるからね、ちょっとこうやって書いておこうか。でこれが2番、まあ、答えが切れるパターンだね。で最後がサイン事情とコサインが混ざってるので変形して勝負しに行きます。さてと、まあ幅空いてるから入るかな、こっから攻めるよ。3番でこれはサイン事情を直します。事情の方が直せるからね。で直していくと2括弧、ここがサイン事情なんで1マイナスコサイン事乗をシータに直すと。で、サイン事乗。で、残りつなげて、プラス5コサインシータ。で、小なり4か。はてはて、入ってるかな？和をギリギリ。そこまでかな、今ね。で、これを整理していくと、4もね、左辺に持ってきて、まず、マイナス2。コサイン事乗シータで、プラス5コサインシータで2が来てこう来るからマイナス2か。で、小なり0と。まずこれ整理しただけね。で、最初の2乗のところにマイナスが嫌なので、全部マイナス処理します。マイナス1をかける感じ。そうすると、2コサイン事乗シータマイナス5コサインシータプラス2。で、マイナス処理したから、向きが変わると。でこっからたすきがけいきましょう。2コサインシータとコサインシータに分けて、まあ2だから2と1だもんね。あ、マイナス2とマイナス1の方か今回は。でこっちがマイナス1でこっちがマイナス2でこうなります。でこっちから出てくる答えは2分の1でこっちが2でしょ。でそれを使って、しかも左側に口が開いてるから、コサインシータは小なりまず2分の1と2小なりコサインシータと。
で、ここでもやったように、コサインシータも同じです。マイナス1以上、1以下です。今、一周だからね、もともとが。だから、コサインシータはマイナス1以上、1以下なので、これが入んないんだよね。2より大きいってありえないから。もともとこれ設定で始めてるからね。だから、使っていい答えが左側の、これだけなんだよね。コサインシータは2分の1より小さいと。で、それが分かったら、あとはそれを書くと。単位円でね。さ、あ、ギリギリ。でもちょっと左に詰めすぎたな。で、こう、わーを曲がったけど、こうなって、で、コサインシータは X 座標です。で、2分の1ポジションは、ここ、白丸だよね。60度ポジションと、ここ、270度の30度右側だから、300度ポジション。それが2分の1で、それより小さい時です。コサインが。ってことは左側ね。小さいとこ全部 OK だよって。で、こうなって、で、もともと、シータは0から始まって、2π だから0ここでしょ。ここスタートでぐるっと回れば、一筆書きで書ける。切る必要がないからね。なので、60度から300度までをそのまま答えで書けば OK だと。で、60度は、3分の π。で、白丸だから、こうなって、300度。はい。180分の度だから、3分の5か。3分の 5π。これで、OK となります。いいかな。まあ、不等式になってもね、こう、方程式と同じような感じで、ぜひやってみてください。では、今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回タイトルがね、変わって、まあ、三角関数を含む、ね、やつをやるんですけど、最大最小が出てくる問題を、一応ね、2本かな多分、やっていこうと思ってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。